まあ、特にここ最近のやっぱり F1 マシーンは何が一番驚くか、空力ね、空力、見えないこの空力、そうですよね、これを受け止めて、はい、そして車体を押さえつける力にするために、ありとあらゆる計算と、そして風洞の実験をして、そこから生み出されたあの造形美というか、うん、美しい3D のこの局面は全然なんかこうすごくなってきますね。研ぎ澄まされてる感じがありますよね。昔はなんか尖ってるか、はい、すもうなんか本当に平面感っていうような感じしか、はいはいはい、極端な言い方なかったイメージなんですけど、今はどこも角の面がないぐらい、そうですね、曲線になってますよね。さあ乗られましたか。準備が整ったようですよ。整ったか。じゃあここからはちょっと皆さん、エンジンスタートの瞬間は僕ら喋りませんから、はい、ホンダミュージックのエンジンスタートの瞬間をまずは皆さん耳を澄まして聞いてください。いきますよ。Thank you.
れちゃう。ねえ、すごい走りを見せてくださいました。あのね、本当に速く走るためだけに作られてるマシンが、このね、もう大人マシン、もう本来のもう狭さじゃないですか。この中で、ね、最大限やってくれて、ちょっと最後はね、少し煙が出ちゃうような過去になったんですけど、いやーね、彼のサービス選手のこれ、サードになったんで、わー、もう笑ってきてね。どうだったの？いらっしゃるんですか？いらっしゃるんですよ、ね。1000人で1回ぐらい。すごいですね。横のね、プレゼントになった強いのが伝わったんでね。普段は、ご利用方法を教えていただいて、プレゼントが必要ですけど、去年からは人間にならなかったので、世界が戦っているわけですが、ルカを始めとして、本当にさまざまな人が、バッチリと貢献をして、全国に1000人いくスタンダーが、本当に大きいんですよね。1回目のカップとして、次にもいろいろ、次の、あるいは次のシーズンのために、いろんな人が大会と、もう本当に時間帯でやっていく、多くの人が入る。それが今、現場なんですよね。とにかく、今日は、ね、このロータナーズの試合から来てるのに、今の相場を分かってるから、今のメタルと言ってもいいと思うんですけども、まずは一方で、メタルリーチのですね、素晴らしい、そうですね、発揮してみてください。すごいのですね。ねえ、何が一番喜ぶかって、こんなスタッフが一番喜ぶかって、普段アレンジサーキットでは絶対見られない方法ですから。確かに、すごいですね。本番では大変やっちゃダメって言われるものを、ここでバンバン言ってくれましたから。もうだからそこも感動でした。まあ、本当によく CM でも流れますけど、本当は、本当にですね。今回は本当、すごい、我々に夢のような時間を、当たり前にもらいました。いやでも本当に前から見ても、横から見ても、後ろから見ても、どこから見ても隙がないっていうかね、食い込まれて美しいですよ。